はい、皆さん、こんにちは。ニュースチャンネル、長谷川晃弘です、えー。今日も私の一人語りです、えー。今日はですね、イスラエルとアンルアの話をしたいと思います。えー、イスラエルの情勢、どうなってるか、まずここから入っていきたいんですけども、えー、っと、このイスラエルとハマスの戦争の先行きについては、 まあ私がいろいろ見てる限りでは、まあ大体二つぐらいの見方があるんですね。まあ一つはあ、まあガザを徹底的に攻撃してるわけだけども、ガザはあ、じゃない、ハマースは最終的に殲滅できない。ハマースは生き残る。ガザで生き残る。まあこういう見方が一つ。 でえー、もう一つは、これ逆に、いやいや、もうハマスはあいずれにせよ、もうお力を失っていく。で、えー、まあ、一言で言えばイスラエルが勝つと。まあ、この見,見立て、えー、に分かれているというふうに言っていいと思います。で、まず、この、ハマスは負けない、えー。勝たないまでも負けない。ガザで生き残る。 えー、この議論をしているのは、えー、例えば、まあ、これたくさんいろいろあるんですけどもお、ちょっと最近の例で言うと、これ、イスラエルの新聞が実は書いてるんですね。イスラエルの新聞がハマさんもあげないと書いてるって、ちょっとおかしいというふうに皆さん思うかもしれないけど、いや、実際にあるんですよ。それはね、あの、ハーレツっていう新聞に最近出た論説記事なんです。えー、このハーレツっていうのは、もともと、まあ、あの、 まあ一言で言えばリベラル左翼。左翼と言ったら言い過ぎかな。リベラル派。リベラル派といって、今のネタニヤ政権には非常に批判的な新聞なんです。で、まあそれもあってっていうことだと思うんですけど、そこに出た2月5日の論説記事。 えー、これはですね、タイトルはどういうタイトルかというと、戦後のガザでハマスを取除外しようというアメリカの計画がなぜ失敗するのかっていう、まあ、そういうタイトルなんですね。で、その中で、えー、ハマスは殲滅されない、まだ事態をコントロールしている、うーだからアメリカ、アメリカは今、ハマスでなくてヨルダン川西岸を支配している。 パレスチナ自治政府 PA って言うんですけど、この PA に戦後のガザを統治させようっていうふうに思ってるけども、ハマツは結局生き残るから、そのアメリカの計画は失敗すると。まあそういう,う記事なんですね、えー。ただしですね、この記事の筆者、この記事の筆者は実はですね、これパレスチナ自治区のこのヨルダン川西岸にある えっと、ラマラですね。ラマラっていうヨルダンガー西岸のまあ大きな拠点ですけど、このラマラに拠点を持っているラジオ局の記者なんですよ。だから、ラマラでラジオをやってるぐらいですから、これはっきり言っても新パレスシナと言ってもいいと思いますね。そういう記者がまあこういう見立てを書いている。えー、まあ自分はこのヨルダンガー西岸にいるわけですけど、あっちにいるガザー、 まあ、夜ルは西は、あの、パレスチナ自治政府、ファタハが、ああ、仕切ってるわけですけど、あっちにガザでも、ハマスは負けないぜ、と。だから結局この結果は失敗するんだぜっていう、失敗すると思うよっていう、まあそういう記事が、このハーレツが、まあ書いた。これが一つですね。で、一方、いや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 、これはもうイスラエル勝つと。もう、ハマスは負けつつあると。書いたのは、ウォールストリージャーナルです。 ウォール・スイージャーナルのですね、これも2月4日です。の社説ですから、あ、これはね、日本版には出てなかったですね。2月4日の英語版のウォール・スイージャーナルのエディトリアルページ。エディトリアルページっていう、そういうタイトルの、まあこれも社説。まあえ、本当のエディトリアル、エディトリアル、エディトリアルボード っていう人たちが書く、まあ、社説委員会が書く社説と、エディトリアルページっていう、まあ、それをちょっと隠したと言ってもいいのかな。まあ、そういう社説がまあ2本あるんですけど、2種類あるんですけど、まあ、これも社説と言っていいと思います。エディトリアルページですから、ウォール・スイージ・ジャーナルのエデ,ィエディトリアルライターたちが書いたことはもう間違いない。で、その社説によるとですね、えー、これ、タイトルはイスラエルの語って、 られないガザにおける進展、ガザの進展、えーまあ、ちょっと私の役で変申し訳ないんですけど、<laughs> でその社説によると、ですねイスラエル国防軍はハマスに勝利しつつある、勝利しつつある、えー、だけども、もうしばらく、まあ、時間がかかるとおいうことです。で、そのポイントはですね何かというと、おまあ、要するに、これは、えー、とネタニヤフ 首相がもう喋ってるんですけど、ハマスの大体全部でですね、えー、っとね、いくつだったっけな、えー、24個、十四個大体あるんですけど、このうちの18個をもう撃破してしまった、だから28余裕のうちの18を撃破したわけですから、まあ、4分の3、75%はもうやっつけちゃったということを言ってるわけですね。 であとその兵、兵力、兵力もハマスは約全部で3万人と言われてるんですけど、このうちの2万人はもう殺害したか無、無力化したか、あるいは捕虜に取ったということですから、まあ、3分の2、まあ、66%はもうそうした。だから大体の数でも、あるいは兵力の数でも、まあ、ざっくり7割、7割前後はもう無,無力化したと。 いうことですから、まあまあ、もう勝っている、それからあ,あと場所で言うと、実はあガザの南部にハンユニスっていうところがありまして、えー、このハンユニスっていうのは、実はこのハマスの、まあ、拠点なんですね。まあ、ここに実は、まあ、ボスたちがみんなここにまだいるんじゃないかっていうふうに言われてるんですけど、このハンユニスをもうほとんどもう、イスラエル国防軍がもう全部う周囲を完全に封鎖した。 だからもう逃げ場はない。まあトンネルはもしかしたらあるかもしれないけど、逃げ場はない。もう完全に封鎖した。なので、えー、まあそういう意味でも戦況は全,全体として、えーまあ、イスラエル側が有利と。で、今、停、あのー、戦交渉おもう、停、まあ、戦というか、休、まあ、戦ですね。シーズファイアですね、えー。シーズファイアの交渉が始まってるんだけど、おハマス側は何か、なそれ、 について言ってるのは、いや、これ単なるシーズファイア、一時休戦ではなくて、停戦するという保証がない限り、この休戦には応じないと、まあこういう言い方をしていると、でこれについて、ウォールス・スジャーナルの社説はいやいや、ということはね、と、ハマスははっきりとやめたいってことだろうと、やめたいってことだろうと。 急戦ではなくて停戦にしたいと。その保証がない限りやめないってことは、もうハマスはもうはっきり言ってもう戦うのはやめようということを言い出してんだと、ということを言っていると。まあですから、まあ全体として見るとですね、まあ私は、まあ,あの一番冒頭に紹介したように、ハマスは負けないという見立てもまだあり、あり,ありますけども、まあ全体として見ると、イスラエル側が今優勢に、 戦いを進めているのはもう確実と。もう一つ別な証拠を言うと、ネタニヤフ首相はつい先月はまでは、この戦いは2025年まで続くっていうふうに言ってるわけで、言ってきたわけです。ところが、もうつい最近は、数、数ヶ月続くっていう言い方に変わってます、えー。数週間から数ヶ月っていうふうに言い方が変わってる。 えー、ということはあ、これは要するに、まあ、展望が見えてきたっていうことでしょう。まあ、ですから全体として見ると、おまあ、イスラエル優勢だし、少なくともイスラエル側は自信を持っているというのが今の現状だと思います。まあ、これが1点ですね。それから、ちょっとこれも触れとかなきゃいけないのは、あガザについてはそうなんですけど、じゃあ、他の地域はどうかというと、 お実はですね、まあ、あの、アメリカが今、あの、えっと、イエメンとシリアとイラクについて、まあ、反撃してる。アメリカ人3人も殺されちゃったが反撃してるというのはご案内の通りですけど、これは、あの、フー派、イエメンの風ー派は、 いやいや、ガザの戦闘終わらない限り、俺たちはアメリカ軍攻め続けるぞっていうことを、さっきも言ってましたさっき映像で見ましたけど、さっきもそういうコメントが出て、風車戦う気満々。それからもう一つは、ヒズボラですね。ヒズボラ。ヒズボラとの戦いも、これもイスラエルがやってるわけですけど、ヒズボラ、 あは、まだやる気満々で、もしかしたらイスラエルとヒズボラの戦いがもっと激しくなる可能性もあると。そういう見立ても、もう今、アメリカのシンクタンクなんかから出てきております。ですから、ガザはイスラエルが制圧しつつ、仕掛かってきているんだけど、それ以外のその周辺、ヨルダンとか、まあ、イエメンとか、 まあそのイスラエルの周辺ですね。ここら辺は、むしろ戦火が拡大しかねないと。しかねないと。まあそういう展開です。ちょっと微妙なんですね。えー、まあですから、まあ落下はできない。もしかしたら、あ戦火が中東の別の地域に広がっていく可能性は、まあ、まあかなりあるなと。まあこういう段階ですね。それからあのト,ランあのトランプやバイデンの 対応についても、ちょっと一言だけて言っておきますけど、バイデンはもうはっきり言って弱腰ですね。完全に弱腰。これはもう批判が今すごく出てます。つまり、えー、風刺派の攻撃に対して、まあ、バイデンと、えー、それからイギリスは、あまあ限定的に、えーまあ、反撃して、まあ、爆撃なんかもやってるわけですけど、これについてもですね、言われてるのは、おいよいとね。 もう、や、やられて、まあ、やり返すのは当然として、いきなり、相手の寝込みを襲うように、バーンと空撃する、空爆するなら、まだしも、俺はもう腹を決めたぞ、これからやるぞ、なんてこと、散々言った。もう世界中のメディアにも散々それを言った。記者団に、俺はもう腹を決めた、これからやるっていうのこと言ってますよね。そんなこと言ってたら、もう、ゲリラたちはもうさっさと撤収して逃げるに決まってんじゃんと。つまり、 えー、敵の被害を少なくさせるために、そんなことを言っても同然だと。まあ、この一時をとっても、いかにバイデンが腰が引けてるか、よーくわかるというふうに、もう批判されてます。えー、これはウォルール・スイジャーナルもフォックスもその他のメディアも、バイデンは全くこれ、腰が引けてる、および腰だよねということですね。まあ、ですから、そんな及び腰だったら、これは今紹介したように、これはもう敵の アメリカ、あるいはイスラエルに対する攻撃がこれで止まるかといったら、私はむしろ逆で、バイデンがそんな及び腰であるということをもう見切った上でで、逆にむしろ一層挑発に出てくる、したがって、この小競り合い、中東の他の地域での戦果は、むしろ相手の挑発をまた招き、拡大していく方向だと。 っていうふうに言わざるを得ないなと。まあ、この辺りはトランプがまあ非常に批判していくところでしょう、これから。あまあ、これが今の私の見ている全体状況です。で、さて、その上でですね、ちょっと言っておきたいのは、あのこのところ問題になっているアンルアですよ、アンルア。アンルアについては、これまでもこの番組でいろんな問題点を紹介してきましたけども、ちょっとね、今日はね <laughs>、 えー、アメリカの会員、外交委員会の会員の省委員会で、えー、証言が出た証言をもう一つ紹介した。これ、この間もあの、あれは UN ウォッチを紹介しましたけど、今日はあのこのインパクト C、えー、の証言を紹介したいと思います。このインパクト C ーというのは何かというと、まあ、世界の教科書、教科書の問題を検証している 団体でありまして、ここのマーカーシェクって方が、このアンルワが使っている教科書、いかに問題かっていうことを、この議会で証言しましたあ。この内容をちょっと言っておくとですね、どうなってるかっていうと、こういうことなんです。アンルワの教科書っていうのは、誰が作っているか。これはパレスチナ自治政府です。えー、つまり、ホストカントリー、えー、この アンルアの支援を受ける側の国この、この場合はパレスチナ自治政府なんですけど、パレスチナ自治政府が作ったカリキュラム、記述に基づく教科書をアンルアの学校で教えているわけですよ。で、それにさらに加えてハマスの教師たちが服読本を作ったりしていると。でちょっとどういういうにしていく してくる、いるかというとですね、こういうふうに言ってるわけですね。で、例えばですね、いくつかあるんですけど、5年生のアラビア語教科書。これはね、えっと、バスの襲撃事件っていうのが昔あったんですけど、この時襲撃したダラル・ムグラビっていう女性のテロリスト。 この人がバスを襲撃して合計38人のイスラエル人が亡くなったんですけど彼女をもう称賛して彼女をロールモデルにこの教科書が作られているとあるいは4年生の数学教科書っていうのは インティファーダ、まあ、第1、第2、2つあったわけですけど、この第1、第2のインティファーダ、反乱で、殉、えー、教者が出た、その殉教者の数を合計何人でしたかというふうに足し算させる。まあ、これが算数の、まあ、教科書になっていると。えー、とかですね、えー、まあ,あ、他にもですね、えー、アンルワの教師たち合計82人、82人が、 この教科書および副読本の総稿を書いて、ドラフトを書いて、全体を監督して、それで配っていると、でそのさっき言った、このテロリストのムグラビのバス襲撃事件については、これ、バーベキューパーティー、ひどい言い方ですね、まあ、要するにバス襲撃して、バスが燃え,燃えて、ですね炎上して、中にいたイスラエル人がみんな焼死してしまったんだけど、このことをバーベキューパーティーだと。 いいうふうふに言ってて祝福しているとかですねそれとか、少なくとも100人のハマスの戦闘員がアンルワの学校の卒業生だった。ねえー、それから、今回のテロで、えー、人質になったイスラエル人がですね、なんとこの教師の、アンルワの教師の家に、えー、囚われの身になっていたとかですね。 あるいはアンルアの学校の校長が、なんとハマスの政治局員に選ばれていたとか、あるいはハマスの全閣僚、これ経済担当の閣僚ですけど、この、これ、名前も全部出てます。ジャワード・アブ・シャマラって人ですけど、この方はアンルアの教師だったとかですね。あるいはラファの教師はあ、あ イスラム聖戦これもイスラム過激派ですけど、イスラム聖,聖戦の武器製造の責任者だったとかですね、などなど、おまあ、次々にこのインパクト C の方たちがあこの議会でまあ証言しているわけです。でこれがあのの共和党の が今、この米会員を多数派握ってるわけですから、なんで米会員がこんなことをやってるかって言えば、ですねこれはもちろん共和党は、このアンルアをに対するアメリカ政府の資金供与を止めようと思ってるわけですよ。資金供与を止めるだけじゃなく、できればこのアンルアはもう解体したいと、解体して別な組織にこの人道支援、ガザに対する支援活動は。 別なって組織にやらせようというふうに思っているから、まあこういう、う、えー、校長会を自分たちが多数を握っている会員で開いているわけです。でも実際に、このアンルワへの資金供与をもう恒久的に止めるための法案も提出されました。されました。あそれがこの法案で HR7122 っていう法案です。これが外交委員会の小委員会に今提出されていて、 えー、実はまあ今週中にもお、この法案を全部整理して、あ他にもいっぱい法案があるんですけど、おこの法案を整理して、えーまあ、採決していくという方向です。で、先ほどから言っているように、まあ、会員の会、会員外交委員会、会員はもう共和党が多数派を握ってますので、この法案が可決されるのはもうほぼ確実、えー、と見られております。 えまあこの法案は、要するに、今言ったように、このアンルワへの資金供与、これをもう恒久的に止める。バイデン政権はこれ一位停止だと言ってるだけで、国連の調査を待ってですね、その結果が出て,出てきたら、できれば再開したいということを目論んでいると思われますけど、共和党はとんでもないと許せないと。こんなテロ支援のアンルワは、への支援は目うで止めると。 いうことでありますただし、下院がこれで成立、可決したとしてもです、ね、<laughs> 上院はどうなるか分かりません。上院は民主党が握ってますから。で上院にもこの似たような安堵への資金供与を止める、そういう似たような法案を共和党の上院議員たちが出してますけど、まあ、全体として採決するときには、まあ、どうなるか分か,らない分からない。で、これどうなるか。 どうなるかといえばですね、私は最終的には結局大統領選にかかってくるというふうに思います。なぜならば、あこのアンルア問題っていうのは別に昨日今日始まった話ではなくて、実はもう2015年頃から、あーこれ UN、A、ウォッチなんかはもうずっと報告書何本も何本も出してきて、アメリカの保守派の間ではこのアンルアっていうのはもとんでもないそ、 テロの支援組織だよねっていうことはもう分かってたわけです。で、今、大統領の選に立候補しているニキヘリ、ニキヘリ全国連大使、まあ、国連大使ですから、アンルアのこと全部分かってた。で、ニキヘリはもう自分があの、自分であのテレビの番組、これ、FOX ですけど、FOX のテレビの番組の中でもう喋ってますけど、おこのアンルアに対する支援を止めろと、当時のトランプ,トランプ大統領に自家談判して、説得して、止めたのはこの私なんだと。 いううことももう言っております実際にトランプ前政権には2018年にアンルーアの資金提供を止めました。日経理の進言を受けて、えー。という経緯がありますので、まあ、共和党が勝てばですね、トランプが勝てばもちろんですけど、仮にヘイリー、まあ、まだヘイリーは戦ってますから、仮にヘイリーがなったとしてもですね、あのこれはもう止めるのは確実ですよ。だってヘイリー自身がかつて止めたわけですからね。 えー、なので、結局これは大統領選が鍵を握ってくる、で共和党が勝った場合は、アンルアは、まあ、資金供与はもちろん止めるだろうし、それだけでなく、えーまあ、もしかしたらアンルア自身をもう解体していくと、で別の組織に代替させていく、まあ、その議論も,もう実はもう一部始まってまして、えー、例えば UNHCR、えー・国連難民支援機関ですね、高等弁務官事務所。 というようなところに代替させようという、こういう議論ももう出ているくらいですから、あまあそういう動きが、結局大統領選にかかっていると。大統領選にかかっているということであります。で、えー、まあですから11月5日の大統領選は、高校でも注目されるんですけど、さてこの時にやっぱり興味深いのは岸田政権ですね。岸田政権は、というか、まあ日本の外務省がですね、 あまあアンルは支援ですよ。でもうはけえば、本音ではハマスも支援ですよ。だってハマス残った方がいいっていう議論が、あもう外務省の発行してるあの外交っていう雑誌でもうそんな議論が出てるぐらいですからね。えー、日本の外務省はハマスはできれば残っていただいて、えー、でかつアンルはもう復活しようと。 あの資金教室を復活しようという、まあ、こういう外務省の姿勢で,でありまして、日本の外務省もそれに乗っかっているで、もちろん上川さんもそれに乗っかっていると、まあ、こういう構造ですから、このアンルは、昨日もちょっとお話ししましたけど、アンルア問題を巡っても、いよいよお少年場を迎える、う日本の外交があ少年場を迎えるというふうに見ていて、もう間違いないと思います。これはね まあこれアンルアの話なんてまあこれまであんまり馴染みがなかったからあのまああんまり大きな問題じゃないんじゃないのっていうふうに皆さん思われるかもしれないけどいやいや私はこのアンルア問題が日本の外交路線全体を左右していく大きなこのある種のこの出発点問題の議論の出発点になっていく可能性があるんじゃないかなと いうふうに思っております。なぜならば、日本外交って基本的には、まあ、米,米,米国と歩調を揃えて、アメリカとの連携が日本外交の基軸だということはずっと言われてるわけですね。実際にそうやって進んできた。で、唯一ちょっと違ってたのが、この中東外交なんですよ。 で要するにバランス外交とか言ってですね、アラブ諸国とも仲良くしなきゃいけないと。あんまりアラブ諸国を敵に回したくないと。アラブ諸国ははっきり言っても、実はアメリカ主導のもとで、えー、イスラエルと国交を回復するって、まあそういう流れができつつあ,あって、まあそれが進んでるわけで。だから、このバランス外交っていう言葉自体が、まあ、はっきり言ってもうちょっとずれてるんですけども、そのずれがですね、このアンルアを支援したいっていう、えー この日本の外務省のこの路線が見事にこのズレを象徴していると。で、それが、もし虎じゃないですけど、もし虎で、えー、トランプが勝つということになるとですね、このバランス外交ってお前日本は一体何やってんだということが明らかになって、この日本の外交路線自身が非常に大きな、あこの暴露されていく。暴露されていく。そのきっかけになると。 いうふうふに見ております、まあ、この辺りは別にまたおいおい、えー、この転がり具合を見ながらですね事態の転がり具合を見ながらこの番組でもお話していきたいと思いますけどという意味でこれは非常にこのアンロア問題っていうのは象徴的な事件だと、まあ、私非常に大,が大げさに言えばですよこれはねかつての91年のソ連崩壊に基づくですね共産主義の崩壊 これが左翼に与えた衝撃と同じような衝撃をこのアンルア問題がもしかしたらイスラム左翼に対しても与える。与える。で、イスラム左翼のと、まあ、いわば応援団と化している、いわゆる日本の国際政治学者たちにもこれがこの衝撃を与えると。というふうに私は見ております。なので、これはね、非常に興味深いですね。 えー、ということで、えー、今日はこの、えー、このイスラエルの今の戦況、それからこのアンルア問題、さらには大統領選、あるいは米会員の行方、えーまあ、注目点はもういっぱいあるんですけど、この一端を今日はちょっとお話しさせていただきました。はいというわけで、田辺さん、いかがだったでしょうか。 ありがとうございます。えっと、やっぱりこの人権とか人道の美名の名のもとにおいてですね、うん、世界中から金を集めてテロ行為をやるっていうのは、うん やっぱちょっと納税者としてはけしからんっていうか納得できない。全くだよね。ね本当本当に。うん、いや、なので、その、国際政治学者の人たち、うん、もう全然ついてきてないっていうところで、どういう言い訳するのかなと、うん、本当このアンボンダーについてね、私も、ね、もう時々、日本人、日本でどういう議論があるのかなと、まあ。検索してみることもあるんだけど、 はっきり言って、もう飯山あかりさんだけがあのちゃんと議論してるぐらいで、他の皆さんは、まあ、全然ないんだよね。まあ,あの、えー、ネット上ではちょっとしたコメント、短いコメントみたいなのも出てたりするんですけども、はっ、うん、きり言って、ここで紹介するのも、あまりに中身がなくてですね、もうちょっとそれにも及ばないぐらいかということなんですけども。 世界では、とりわけアメリカではもう議会証言、これで2回連続、はい、あのご紹介しましたけど、もうこういう議論が今、わーっと巻き起こってるんですよね。で、まあ、それが健全な姿だと私は思いますよ。だって、さっきも言ったように、2018年からトランプ政権は一旦あるある資金供与を停止してるんですからね。で、それを2021年に政権握って直ちに復活したのがバイデン政権で。 それが今、こんな状態になって、ホラミのバイデンにやったことはとんでもない。バイデンはひどいよね。イッツテリブルと。あのうん、ニッケ・ヘリがもう言ってますけど、もうイッツテリブルだと。非常にもうひどいもんだということを、あまあ、アメリカでは、まあ、メディアで別に普通にもう議論されてるんだけど、うん、日本ではもう全然議論されていそんなところに日本のこの納税者の資金が、何にもあの実態も報告されないまま使われているのは、うん 全くね、とんでもない話だと、まあ、私は思います、はい、あの会計検査院とか、日本にはあるので、はいはい、やってほしいんですよね、この決算法のまあね、会計検査院もねあ、こんなね、ががあの会計検査院がやってるのは、まあ、せいぜい、あのー、税金がきちんと管理されて使われているかどうかっていうのを調べるぐらいで、これはもうす外交の路線。 はい、戦略的な路線そのものに関わる問題なんで、はいえー、どちらをの路線を選ぶのが正しいのかなんてことは、会計検査院にはまあ到底期待できませんね。はい、まあ不適切な質があれば、それはもちろんあの指摘するわけですけど、はい、まあそういう話ではなくて、これは日本が進む中東外交の基本路線、だから今のこのテロの問題。 えー、あるいはその背後にあるイランという国をどういうふうに見るのかっていう、はい、まあこういうことにも関わるので、うん、言ってみれば、これ大戦略の話なんですよね。なるほどでもここについて日本ははっきり言って、全くもう追いつけていない、えー、というのが、このアンルア問題が象徴してるねっていうふうに見るわけですよ、はい、まあ私は。 まあそのことが大統領選に進んでくると、どんどん明らかになってくるだろうな、というふうに思いますね。はい。ありがとうございました。はい。ええー、というわけでございます。今日ちょっと、あの、さっき紹介した、えっと、ウォール・スリー・ジャーナルとハーレッツのペーパーを載せなかったから、はい、これは後でちょっと突き込ん送っておけば、私の方で編集でやります。はいはい、ああ、すいません。じゃあ、あの、皆さん、さっきはあ、あの、 えっと、このクリップは見せないまま語ってしまてしまいましたけど、後で付け加えて、これまあ収録番組なんで付け加えられるっていうことなんで、えー、ちょっと付け加えていただきます。はい。よろしくお願いします、はい。どうもありがとうございました。よろしくお願いします。